マキです。今日は KH デスキーパーというツールをご紹介します。デスクトップアイコンの場所が急に変わったりしたことがありませんか？私もそうなのですが、アイコンの場所が変わるのが嫌な人もいます。このツールを起動しておけば、デスクトップアイコンの場所を覚えていてくれます。ダウンロードが終わったら、実行してインストールします。